シェアード・イニバース、またはシェアード・ワールドとは複数の作家が独立して作品を提供し、その作品は単独でも成立するが、プロジェクト全体のストーリー、キャラクター、または世界の共同開発に適合するという一連の創作物からなる架空の世界のことである。SF などのジャンルでよく見られる。複数のアーティストが 同じ作品に共同で取り組む共同執筆や一度の出会いを除いて作品やキャラクターが独立しているクロスオーバーとは異なるものである。シェアードユニバースという言葉はコミックの出版社がある作品のキャラクターやイベント、前提条件がメディアフランチャイズの中で他の作品に登場するような全体的な環境を反映させるためにも使われる。 様々なメディアにまたがって出版され、それぞれが設定の成長、歴史、ステータスに貢献している、特定の種類のシェアードユニバースは、想像上のエンターテインメント環境と呼ばれている。また、この言葉はより広い、文学以外の意味で、学際的あるいは社会的な共通性を伝えるためにも使われており、しばしば、建設の共有された宇宙という文脈で使われている。 コミックの歴史家であるドン・マーク・シュタインが1970年にカッパ・アルファに掲載した記事で初めて定義した言葉である。キャラクター A と B が出会っていれば彼らは同じ宇宙にいることになり、キャラクター B と C が出会っていれば推移的に A と C は同じ宇宙にいることになる。キャラクターは実在の人物でつなぐことはできない。そうでなければ、スーパーマンとファンタスティック4は 同じ宇宙に存在し、スーパーマンはジョニー F ・ケネディと出会い、ケネディはニール・アームストロングと出会い、アームストロングはファンタスティック・フォーと出会ったということになる。キャラクターは出版社に由来しないキャラクターによってつなぐことはできない。そうでなければ、スーパーマンとファンタスティック・フォーはどちらもヘラクレスと出会っているので、同じ宇宙にいると主張することができる。 実在の人物を特定のフィクションで表現したものをつなぐことができる。これはマーベルコミック版のヘラクレスや DC コミックス版のロビンフッドなどパブリックドメインのフィクションキャラクターの特定のバージョンにも当てはまる。キャラクターは物語の中でパネル上に一緒に登場した場合のみ出会ったとみなされる。ほとんどのテレビ番組や多くのコミックブックのタイトルなど いくつかのメディアにおけるフィクションは、視聴者や読者が、複数の作者の貢献を必要とすると理解しており、それだけでは共有された世界を作り上げることはできず、共同制作の芸術形態と考えられている。シラノ・ド・ベル・ジュラックのダルタニャンのような偶発的な、登場は、文学的なカメオ出演とみなされる。異なるソースのキャラクター感のより実質的な相互、作用は、 しばしば、クロスオーバーとして販売される。クロスオーバーは共通の世界観の中で行われるが、すべてのクロスオーバーが、それぞれの設定のバックストーリーを統合することを、意図しているわけではなく、マーケティングやパロディ、あるいは、もしも、のシナリオを探求するために使用され、一回限りの、ものであることが多い。シェアードユニバースに参加している作家は、特に、 シェアードユニバースが非常に大きくなると一貫性を保ち以前の作品の詳細と矛盾しないようにすることが難しくなります。設定を管理している作者や会社が公式とみなしているバージョンはカノンと呼ばれている。すべてのシェアードユニバースに正当性を決定する能力や関心を持つ支配者がいるわけではなくすべてのファンがこれらの決定に同意するわけでもない。ファノンは その設定のファンダムの中である程度のコンセンサスを得ることができる。作家の中には、設定の詳細に信憑性を持たせるために、複数の人物が長期間にわたって、作業を行った結果生じる矛盾や誤りを修正する手段を採用している者も,もいる。そのような手段の一つがレトコンニング、レトロアクティブコンティニューティの略で、過去に書かれた矛盾した内容によって生じた。 連続性のエラーを解決するものである。また、ストーリーやシリーズがシェアードユニバースに統合されると、あるヒーローのファンが他のヒーローのタイトルを買うことを要求されると感じて、読者が反対することもある。既存の作品をシェアードユニバースに拡大することは、映画やテレビでライセンスされた設定に限ったことではない。例えば、 ラリー・ニーブンは軍事経験がないために人類と苦人人との間の戦争を適切に描写できないと考え、当初は自分のノーンスペースの設定を他の作家に公開していた。この設定をどの程度他の作家に解放しているかについては、エルフ・スタンバーグがノーンスペースを舞台にしたエロティックな短編小説を創作した際にもっとノーンスペースの物語が欲しければ、 自分で書かなければならないだろうというニーブンの作家メモが話題になったことがある。ニーブンはそれ以来、彼の設定は依然として制限された状況下で許可を得てのみ使用されることを明確にしており、ニーブンは人間、苦人人戦争シリーズの複数の作家に許可を与えている。対照的に作家のエリック・フリントはファンフィクション作家とのコラボレーションを直接編集。 出版し、1632シリーズを展開している。また、作者の死後に、同様の方法で設定が拡張されることもあるが、この死後の拡張は、シェアードユニバースの厳密な定義を満たさない場合もある。そのような例としては、オーガスト・ダーレスが HP ・ラブクラフトの著作から、クトゥルフ神話を発展させたものがあり、その結果、ラブクラフト自身の作品とは、 完全に異なると考えられている。死後の展開としては、ルース・プラムリー・トンプソンによるエル・フランク・ボームのオズ・物語の続編や、グレッグ・ベア、グレゴリー・ベン・フォード、デイビッド・ブリンによるアイザック・アシモフのファウンデーションの世界のさらなる展開などが挙げられる。この種の出版物の多くは、短編小説のアンソロジーシリーズの形をとっており、時折、独立した小説も出版されている。 例えば、ロバート・アスプリンのシーブス・ワールド、CJ ・チェリーのメルビン・グン・ナイズ、ジャネット・モリスのヒーローズ・イン・ヘルなどがある。初期の例。キャプテン・マーベルとバレットマンが力を合わせてキャプテン・ナッチと戦い、それによってフォーセット社のユニバースの中で共有される連続性が確立された。コミックの世界ではシェアード・ユニバースという言葉が使われている。これは、 コミックブック出版社が作り出す全体的な環境を反映したもので、ある製品ラインのキャラクター、イベント、前提条件がメディアフランチャイズの他の製品ラインに登場するというものである。1961年、マーベルコミックの作家兼編集者であるスタンリーは、アーティストのジャック・カービーとスティーブ・ディ・トコと協力して、同出版社のコミックスキャラクターの大部分を マーベルユニバースに統合した。マーベルでは、より大きなマルチバースの中で、それぞれが割り当てられた数多くの別の現実を舞台に、物語を展開している。また、DC コミックスとマーベルは、それぞれのキャラクターが出会い、交流するシリーズを定期的に共同出版している。これらの会社間のクロスオーバーは、通常、DC ユニバースとマーベルユニバースが共存している。 ことを示唆しないように制限付きのイベントとして書かれている。例外として1996年にアマルガムコミックスというメタフィクションレーベルから発売された24本のコミックは両者のキャラクターが混成された共通の宇宙を描いている。マーベルはこの作品をアースマイナス692と呼び、設定上の大きなマルチバースの一部としている。 DC とマーベルコミックにおけるシェアードユニバースの試みは業界の競合他社とは一線を隠しているが他の企業も同様のモデルを試みている。バリアントコミックスとクロスジェンはそれぞれユニットとシギルバースと呼ばれる出版社全体で一つのシェアードユニバースを舞台にした作品を主に制作している。映画におけるユニバースはほとんどの場合。 同じ連続性の中にある複数のフランチャイズを包括したフランチャイズで構成されている。それぞれのフランチャイズは異なるキャラクターに焦点を当てた独立したストーリーを語り、独自のキャスト、監督、脚本家を起用しているが、同時に他の作品に共通する一貫した矛盾しない連続性の一部でもある。映画でメジャーなフィクションユニバースはシネマティックユニバースと呼ばれ、 テレビでメジャーなフィクションユニバースはテレビジョンユニバースと呼ばれている。映画やテレビのユニバースの中にはビデオゲームや小説やコミックなどの印刷物と一緒になっているものもあり、同じ連続性の中で追加の世紀のストーリーを語っている。ユニバーサルモンスターシリーズは1940年代に共通の世界観を確立した。映画史における初期のユニバースは魔人、 ドラキュラ、フランケンシュタイン、透明人間、狼男などのユニバーサルモンスターシリーズで1931年から1951年まで続きキャストやキャラクターが繰り返し登場した。映画に登場するユニバースの中にはヤン・フレミングのスパイ小説を原作としたジェームズ・ボンド映画シリーズのように小説の映画化から始まったものもある。これらの映画は 小説の要素を取り入れているが、直接の映画化ではなく、さらに本の発売日と同じ順番で映画化されていない。シリーズの第1作目は007ドク、no、ターノーで、これまでに23本の続編が制作され、最新作は007ノータイムトゥダイである。50年以上にわたるシリーズのため、ジェームズ・ボンドは6人の俳優によって演じられ、その他の頻繁に登場するキャラクターも、 すべて入れ替わっている。さらに、フレミングの小説がすべて映画化された後、シリーズはオリジナル脚本に移行した。しかし、脚本家や監督、キャストが変わっても、すべての作品は一つの一貫したフィクションの連続性の中に設定されている。シェアードワールドの側面は映画の間でも保持されている。映画、猿の惑星シリーズも同名の小説を 多くの創造的な自由を得て映画化したものが起源である。オリジナルの猿の惑星は現代の宇宙飛行士ジョージ・テイラーが猿が支配する謎の惑星に着陸するところから始まり終盤で未来の地球であることが明らかになった。続編の続猿の惑星ではテイラーを救出するために派遣された宇宙飛行士のブレントに焦点が当てられた。 第三作、新、猿の惑星では、タイムトラベルが導入され、前作では、脇役として登場した猿のジラとコーネリアスが、テーラーの宇宙船で過去に移動することに重点が置かれた。四作目と五作目の、猿の惑星、征服と、最後の猿の惑星では、ジラとコーネリアスの息子シーザーが、人間に対する反乱を起こし、オリジナル作品で描かれた未来へと向かう姿が、 描かれている。また、テレビシリーズや、アニメーションシリーズも物語の一部とされている。タイムトラベルが起こる前のオリジナルの時間軸における、猿の惑星への起源は、前日単、リブート映画シリーズで説明され、猿のシーザーが再び主人公となり、幼少期から、老齢の猿になるまでの人生と、猿と人間の対立が、どのように始まったのかに焦点を当てたストーリーとなっている。 映画、スター・ウォーズシリーズは、ジョージ・ルーカスが制作し、彼が自ら出資した制作会社、ルーカス・フィルムが制作したものである。ルーク・スカイ・ウォーカー、ハン・ソロ、レア・ヒメを主人公にした、映画、スター・ウォーズを皮切りに、続編の、帝国の逆襲、ジェダイの帰還の2作品を合わせて、オリジナル三部作と呼ばれている。スター・ウォーズエピソード1、ファントム・メナス。 スター・ウォーズ・エピソード2、クローンの攻撃、スター・ウォーズ・エピソード3、シスの復讐からなる前日単三部作では、ルーク・スカイ・ウォーカーの父親である、アナキン・スカイ・ウォーカーに焦点を当て、新しいキャストが、オリジナル三部作のキャラクターの若いバージョンを演じ、他の俳優は、オリジナル三部作の役柄に戻っている。テレビでは、アニメーションによって伝承が拡大され、スター・ウォーズ、 クローンウォーズというタイトルのアニメーション映画は同名のアニメーションシリーズのパイロット版として機能した。ルーカスは先に挙げた作品に深く創造的に関わっていましたが、2014年にスター・ウォーズフランチャイズへの創造的関与をやめました。ルーカスフィルムは2014年4月以降、そのような記述の作品のみを、それ以降に発表されたべてのフィクション作品とともに、 生死とみなすことを発表した。アニメシリーズ、スター・ウォーズ反乱者たちは、その後に発表された最初の作品である。スター・ウォーズ・フォースの覚醒、スター・ウォーズ・最後のジェダイ、スター・ウォーズ・スカイ・ウォーカーの夜明けで形成された続編三部作では、新人とともに多くの復帰キャストが登場した。映画のメインサーガは、オリジナル・前日短。 続編の三部作で構成されている。また、アンソロジー映画と呼ばれるスピンオフ映画シリーズはメインシリーズのプロットポイントやキャラクターのストーリーを展開している。さらに、スター・ウォーズシリーズはビデオゲーム、コミック、小説、短編小説、アニメーションシリーズ、RPG アドベンチャーへと拡大し、フランチャイズに基づいたオリジナルストーリーを語っており、 異なるメディアフォーマットに関わらず、映画が他のすべてのメディアフォーマットと同じ連続性を共有する想像上のエンターテインメント環境として分類されている。ルーカスフィルムの初期のチームは、キャロル・ワカルスカ、ルーシー・ウィルソン、アラン・ガウシュ、スー・ロ・ストーニ、そして後には、リーランド・チート・パブロイ・ダルゴの下で一貫したストーリーテリングを調整し、 すべての映画作品と非映画作品の間にプロットホールが生じないようにして一貫性と相乗効果を確保した。現在では2014年4月以前に制作された、または制作が終了したこれらのエクスパンデッド・ユニバース作品の再販のブランドとして、スター・ウォーズ・レジェンドが使用されている。ルーカスは復刻版、 スプリンター・オブ・ザ・マインズ・アイの序文で、これらのエクスパンデッド・ユニバース作品を称賛し、キャラクターや場所など、いくつかの要素を、自分の作品の中に盛り込んでいた。また、ルーカス以降のストーリーテーラーも、レジェンドの要素をストーリーに取り入れている。コミック本をベースにした映画としては、マーベル・コミックのキャラクターをベースにした二つの、映画・ユニバースがあり、どちらも異なる、連続性の中で設定されている。 2000年に誕生した映画 X メインシリーズは同じ連続性の中で設定されたスーパーヒーロー映画フランチャイズとしては最も長く続いている。マーベル・シネマティック・ユニバースは最も多くの映画が公開されているほか、複数のテレビ番組やタイアップコミックが共存し同じ連続性を共有しており、MCU は架空のエンターテイメント環境となっている。 DC Extended Universe は DC コミックスのキャラクターをベースにした様々な映画シリーズを包含する映画フランチャイズで全ての映画が同じコンティニュイティを共有している。脚本家、監督のケビン・スミスは自身の映画やコミック、テレビシリーズなどで使用されている架空の宇宙、ビュー、アスキュー・ユニバースを創造した。スミス演じるイとサイレント・ボブというキャラクターは ビューはスキューユニバースのほぼすべてのメディアに登場し、あるストーリーのキャラクターが他のストーリーに再登場したり、言及されたりすることも多い。ビューはスキューユニバースのキャラクター、設定、モチーフが繰り返し登場するのは、スミスのデビュー作である1994年のクラークスが最初である。最も成功した小説から映画化された作品は、ホビットと、 ロード・オブ・ザ・リングの三部作で、いずれも、ピーター・ジャクソン監督が、J.R.R. トールキンの小説を忠実に映画化した、ものである。シリーズの最初の作品は、1937年に、出版された、小説、ホビットである。ホビットのビルボ・バギンズとその甥いのフロド・バギンズ、魔法使いのガンダルフを中心に、ドワーフやエルフなどの種族が登場する。 映画と映画の間を舞台にしたビデオゲームも制作されている。映画が存在しないテレビ番組をベースにした宇宙のことを指す。テレビシリーズは同じ世界を舞台にしたスピンオフシリーズにつながることがあり、多くの場合、オリジナル作品の一つのキャラクターに焦点を当てる。アメリカのシットコム、チェアーズは、そりゃないぜ。フレイジャーとトーテリスという、 そのキャラクターをベースにした二つのスピンオフシリーズを生み出した。テレビ番組の間で宇宙を共有している顕著な例としてトミー・ウェストホール宇宙仮説がある。これはあるシリーズのキャラクターを演じる俳優がそのキャラクターのまま二つ目のシリーズにゲスト出演した場合、その二つのシリーズは同じ宇宙で行われているに違いないという仮説に基づいている。この理論の名前は セントイル・スウィートの最終回に登場する人物に由来しています。この最終回の出来事の一般的な解釈は、セントイル・スウィートの全宇宙は、ウェストホールの想像力の中にのみ存在するというもの。ドクター・フーのスピン・オフ・メディアは、フーニバースと呼ばれ、ビッグ・フィニッシュや BBC が制作する、オーディオプレイ、ニュー・アドベンチャーズの宇宙小説、あるいは、 ドクター風マガジンなどに掲載されたコミックをベースに、した宇宙などに分かれており、比較的一貫性がない。Is this the first use of the word universe in this context? アーカイブ PH 2021年8月1日閲覧。レーノルズ、リチャード、スーパーヒーローズ、A モダンミソロジー、ユニバーシティ・プレスオブ・ミシシッピー。 ISBN 9780878056941マグネソン、アンハンス・クリスチャン・クリスティアンセン、エズ・コミックスカルチャー、アナリティカルティーレティコルアプローチズ2コミックス、ミュージアム・タスキア・レナム・プレス、ISBN 978から8772895802、ムーア・レベッカ・シー・オール・シェイプス・オブ・ハンガー、ティー・ン・ウェージャーズ・アンド・ファンフィクション、ボイア・ジョーンズ、 ニック、レッドコントリックス。スタートレックマンスリーマガジン、1821、ニーブン、ラリー、ザ・リンワールド・エンジニアズ、ホルト、ラインハートウィンストン、ISBN9 兆7800億3021万3762、HTTPS、アーカイブ、ORG、ディテールズ、リンワールド・エンジェニー0 0ーブハット、レディース・ジェントルメン、ドクター・ラリーニーブン、 スラッシュドット2007年1月13日閲覧。イブス、デビット1632、アバウトディスサイト2007年6月14日閲覧。ティアニー、リチャード・エル、ザ・ダーリス・ミトス。ナイツ・ケイプス2007年1月14日閲覧。フォローイング・アシモフ、エス・ファンデーション。サイバー・ヘイブン2007年6月14日閲覧。シルバー。 スティーブン・エッチ・ A ・カンバセーション・ウィズリン・アビー・ SF サイト2007年6月14日閲覧。チェリー・ CJ ・ CJ ・チェリー・ S ブックオーダーページ2007年1月10日閲覧。オーソン・スコット・カード・ハウツー・ライト・サイエンス・フィクションファンタジー・ライターズ・ダイジェスト・ブックス。 p126、ISBN 9長7808億9879万4168、https コロンスラッシュスラッシュアーカイブドットオアルジスラッシュディテールズスラッシュハウツーライトサイエンスフィクションファンタジーバイオーソンスコットカードハットバートスティーブンブロウンツーアトムズアリーシェイプットエティウィルリーセントブックスアバウトコミックス カレッジリテラチア3 2 1 6 6ドイ、i 1 0 1 3 5 3リート、2千五5 0 0 0 4ライターキットキーファーマーベルエンサイクロペディアボリューム6ファンタスティック4マーベルコミックス ISBN 9780785114802ライターキットキーファーマーベルエンサイクロペディアボリューム6ファンタスティック4 マーベルコミックス、ISBN 9780785114802、スミス、アンディ、ザ・バリアントコミックス FAQ、シーカと2007年1月12日閲覧、ランダー、ランディ、ネガチオン O1、ザ・ホースレール2007年1月12日閲覧、エブリー、ジェームズ・ボンド・ムービー・エバー、ランクト・ワースト・ツーベスト、 2021年8月1日閲覧。マッケイ、ダニエル、ザ・ファンタジーロール、プレイングゲーム、ューパフォーミング、アートピアニッシモ、2930、ザビュー・アスキュニバース。ザビュー・アスキュニバース、2017年12月29日、閲覧。ルッキング・バック・オン・ホワット、メイド・ザ・ロード・オブ・ザ・リング・ストリロジー・スペシャル、15イヤーズ、レーター。 2021年8月1日月ラン。middle, earth, s-h-a-d-o-w-o-f-w-a-r-pl-a-y-st-a-t-i-o-n-4-ww.gameinformer.com www.gameinformer.com2021 年8月1日月ラン。ありがとうございます。